巨細胞性動脈炎は、リウマチ関連疾患の一つ。側頭動脈炎、側頭動脈炎とも呼ばれていたが、血管炎の名称を定める、国際基準、CHCC の2012年改定で、現在の名前となった。詳細な原因は不明である。などを認める。赤血球沈降速度上昇、CRP 増加。 白血玉数増加などが認められる。眼底での動脈炎から失明をきたすことがあるため、眼底検査や、眼科医の診察を受ける必要がある。側頭動脈の成型が診断を下す上で、重要である。アメリカリウマチ学会1990年、発病年齢50歳以上。臨床兆候の出現が50歳以上頭痛、新たに出現し、 新しい性質の頭部に限局した、頭痛側頭動脈の異常、側頭動脈の圧痛、白動の低下脊沈更新、脊沈 50mm、アワーズ以上異常動脈性腱異常所見、単核球細胞浸順あるいは多計核巨細胞を持つ、肉が主性病変異常の5項目のうち3項目を満足した場合を側頭動脈炎と診断する。ステロイドが走行する。 ただし 15mg、例の少量ステロイドで良い理由末性、多発筋痛症と違い、即等動脈炎では、プレドニゾロン40から 60mg、例の高容量を用いる。ありがとうございます。